はい、どうも YouTube をご覧の皆様、こんにちは。カジノ TV の太一です。このカジノ TV では、日本に初となるカジノ誕生に向けて、カジノプレイヤーの裾野を広げていくことを目的に動画配信していこうと思っております。かくいう私はカジノディーラーをしています。このカジノディーラーというのは、カジノゲーム全般のゲームの進行役です。で、私はプレイヤーとしてもカジノゲーム大好きなんですけども、胴元としても働いていました。簡単に私の経歴を説明します。東京の四谷にある日本カジノスクールという、この辺に画像を貼っておきますけども、カジノディーラーを養成する学校を卒業しまして、その後お台場にあるカジノビーナスという、実際のお金はかけられないんですけども、疑似通貨を使って模擬カジノ体験をできる、そのようなですね、アミューズメントカジノ施設でディーラーとして働いていました。その後、日本カジノスクールの制度を利用して、カナダのバンクーバーにありますパークカジノというところで働いていました。この辺りですね、パークカジノ、すごくゴージャスな写真載せておきます。このカジノホテルでディーラーとして勤務しておりました。皆さんの中にはカジノと聞くと、映画でとかでよく見る何百万何千万何億ってかけるような、いわゆるハイローラーと言われる VIP の方たち、そういう方たちをですね、連想すると思うんですけども、実際には、ラスベガスだったり、私が働いてたカナダのカジノだったり、フィリピンだったりは、本当に一番低いテーブルは5ドルとかから遊べるテーブルもたくさんあるんですね。で、5ドルっていうのは大体日本円にすると、約500円から600円くらい、本当にその金額で遊べるテーブルもたくさんあります。なので1万円2万円ですね、お小遣い程度の金額でカジノで遊ぶっていうのも本当に可能なんですね。なので、皆さんにはカジノと聞くと、なんか敷居が高い場所だなって思わずに、気軽に遊びに行ける場所なんだなっていうふうなに思っていただきたいなと思います。この動画をご覧の皆様の中にはご存知の方もいらっしゃるとは思いますが、2018年7月に特定複合観光施設区域整備法案というですね、少し長ったらしいんですけども、こういう法案が国会で可決されました。通称ですね、カジノ法案だったり IR 法案って呼ばれたりするんですけども、 IR っていうのはインテグレイテッドリゾートといって、日本語で統合型リゾート施設という形でですね、カジノが誕生する予定です。そして今年の2020年1月にはですね、カジノ管理委員会が発足されて、ますますカジノの関心が高まり、着々とですね、カジノ誕生に向けて準備が進められています。今後カジノ TV では、カジノのノウハウ、戦術、勝ち方ですね、あとはカジノディーラーだからこそ知ってるようなカジノの裏側について皆様にお伝えしていこうと思います。先ほど説明したように、私はカナダのカジノでディーラーとして働いていたんですけども、カジノディーラーにもですね、ランクがございます。で、そのランクというのは、カジノゲームの何がディーリングできるかの数によってですね、決まってくるんですね。で、私はバカラ、ポーカー、ルーレット、ブラックジャックなど様々なゲームができたので、最高ランクで働くことができました。その経験や私はプレイヤーとしてもカジノゲームが大好きなので、その知識や経験を使って皆様に実際のカジノに行った際に、その結果だったり、そのプレイしている様子をですね、お伝えしていければと思っております。これからどしどしカジノ系の動画を配信していきますので、この動画が面白かった、カジノで勝ちたいだとか、カジノに行きたいっていう方はですね、高評価とチャンネル登録お願いいたします。そしてカジノについて質問があったり、何かこんな動画撮ってほしいっていうご要望がありましたら、コメント欄にどしどし書き込んでください。では次回の動画でお会いしましょう。